私たちの日々の暮らしは多くのエネルギーを必要とします。どこかに出かけるにも、のんびり過ごすにも、人とつながるにも、世の中を知るにも、文化を楽しむにも、エネルギーが必要です。大切なエネルギーのこれからをとことん考えて答えを出していくこと、それがエネオスの仕事です。エネルギーを素敵に、エネオス。この度特別指定選手として加入することになりました慶応義塾大学の武藤義成です。自分のストロングポイントはドリブルと、縦へのスピードです。将来の夢は、SC 東京で活躍して、ファンに愛される選手になり、リーグ優勝に導きたいと思っています。応援よろしくお願いします。僕ですか？やります。もうすごい多いんですよね、その質問が。まあ、大体沖縄とか、まあ、そういうこと言われるんですけど、全然もう本当東京育ちです。生粋です。親もです。自分の性格、まあなんていうか、まあ明るい、まあ明るいっていうのが、まあ、多分みんなが最初に持つ印象なのかなと思いますけど、まあ、いじられキャラなのかなと思ってます。もういじられ始めてます。林くんよりはまだひどくないです。林くんちょっとすごいですね。まあやっぱ、メンバー入りさせていただいて、まあ、とても嬉しく思うんですけど、まあ、やっぱり試合に出なきゃ、まあ、意味がないですし、その試合でやっぱ自分のストロングポイントとかそういうところを見せれるように、自分のことを選んでくれた理由はこうだろうなってやっぱ自分で考えながら、まあ、今日試合に入ろうと思ってました。ドリブルだったり、その縦のスピード、勝負のところだったり、まあ、そういうところを、まあ、認めてくれて、やっぱベンチにも置いてくれてると思うので、まあ、そこで勝負したいなと思ってます。いや、来たとは思ったんですけど、ちょっと短いなと思いました。少し前に、まあ、アップしとけって言われて、まあ、本当少ない時間だったんですけど、まあ、ボールにも触れなかったですし、まあ、とても、まあ、初めてのデビュー戦で嬉しい反面、やっぱ悔しいのが大きいです。本当昔からその自分はジュニアユースから FC 東京でお世話になっていて、そのいつも本当上からそのフィールドを眺める方だったので、まあ、いざ立ってみると、本当そのファンの方々だったり、まあ、その応援してくれる人のその気持ちっていうのが、まあ、そのずっしりくる。本当緊張しましたね。いや、おめでとうって。まあけど、まあちょっと苦いデビューだったねみたいなことを言われて、まあ、その川野くんには出る前に、そのどんどん仕掛けてけって、縦にどんどん仕掛けろって言われてたんで、まあ、その言われたこともできなかったですし、まあ、そういった面で、まあ、ちょっと声かけてもらいました。ですね、はい、本当嬉しかったです。まあ、次は得点だったり、その、まあ、FC 東京の勝利に貢献して、まあ、あのシャアをやりたいなと思ってます。プロのシェフが自然の素材からさまざまな料理を生み出すように、地球からのエネルギーをそれぞれの生活に適した形に変換してお届けする。それが私たちの仕事です。一つ一つのエネルギーを一人一人のエネルギーに。エネオス。やっぱコンフェで、まあ、少し見たんですけど、そのブラジルのやっぱネイマール選手だったり、やっぱ自分の一つ上で、まあ、あれだけ世界と戦えるっていうのは刺激になりましたし、まあ、その自分もやっぱり追いつかないといけないと思ってますし、まあ、そのネイマールのプレーだったり、そういうところをやっぱ手本として、まあ自分も成長していけたらいいなと思ってます。まあ、やっぱ動き出しのところだったり、その最後まで落ちない運動量だったり、まあ、そんな中でミスも少ないですし、
まあ、全て の, そのプレーをハイクオリティでこなすってところがすごいですね。まあ、本当目指すべき選手でもありますし、まあ、けどやっぱり自分も一サッカー選手として負けてらんないので、まあ、少しでも差を縮められるように頑張っていきたいなと思っています。勝てるまあ、まだ勝てないですけど、そのやっぱスピードだったりドリブルだったりっていうのはやっぱ自信がありますし、まあ、その圭吾君にもまあ負けないと思っているので、まあ、そこをやっぱいかにして監督にアピールするかっていうところが大事だと思うので、まあ、練習だったり練習試合でやっぱ少しずつまあ自分のプレーを出してアピールしていければいいなと思ってます。やっぱファンサポーターと、まあ、近い距離にいて、そのやっぱ下部組織の選手、まあ、僕だったり三田君だったり、まあ、雄一君もそうですけど、まあ、そういう選手がやっぱ多く、レギュラーとして出てくるってことがやっぱりそのファンサポーターの方々もやっぱその生え抜きってことで、まあ、望んでると思いますし、そうですね、やっぱ今後その、まあ、途中出場でもどんどん試合に絡んでいって、まあ、得点だったりアシストだったり、そうやってゴールに直結するような、ゴールに絡めるようなプレーをしていきたいなと思っています。